2022年末をもって歌手活動休養中の氷川きよしが、今年3月31日をもって所属していたながらプロダクションから独立したことが27日、同社の公式サイトで発表された。 写真、スタイリッシュなタキシード姿で色気を漂わせる氷川清し同社は、この度、氷川清しは2024年3月31日をもちまして弊社より独立いたしましたことをご報告申し上げます。24年間という長きにわたり、多くのファンの皆様、並びに関係者の皆様に支えていただき、改めて心より感謝申し上げますと伝えた。 今後については、2023年1月からの休養期間を経て、これまでの歌手としての活動をもとに、新たな氷川きよしの世界へのさらなる飛躍を目指し、活動を再開し、新たな一歩を踏み出すこととなりました。弊社も氷川きよしが新たな挑戦を成功させることを願っております。とエールを送った氷川のコメントも掲載され、この度氷川きよしは？ 24年間にわたりお世話になりました株式会社ながらプロダクションから独立して新たに活動をしていくことになりましたと報告。右も左もわからないデビュー当時からお仕事のチャンスやご指導をいただき支えていただいた株式会社ながらプロダクションの皆様には感謝の念に耐えませんと綴った。現在は活動再開に向けての準備をしているところです。とし、引き続き 初心を忘れず、自分らしく、歌い続けていきたいと考えております。新たなスタートとなり、決して生優しい道ではございませんが、復帰を待ち続けてくださったファンの皆様、これまでお世話になった関係者の皆様のお気持ちにお応えするためにも、新しい氷川きよしの世界を披露できるように精進してまいります。と決意を記した。氷川きよしコメント全文、ファンの皆様、そして、 関係者の皆様、平素より格別なご後輩を賜り、心より感謝、お礼を申し上げます。この度、氷川清キヨは、24年間にわたりお世話になりました株式会社ながらプロダクションから独立して、新たに活動をしていくことになりましたので、ご報告申し上げます。右も左もわからないデビュー当時からお仕事のチャンスや、ご指導をいただき、支えていただいた、 株式会社ながらプロダクションの皆様には感謝。